リズム。リズムに合わせてノリノリプレイ。21世紀も音ゲー人気は絶好調。そんな中、またもや強力なソフトがリリースされた。その名はテクニクティクス。このゲーム、ただの音ゲーと思ったら大間違い。ゲーマーが泣いて喜ぶすごい威力があるという。それは愛に効く。これを見ればきっと君も愛の達人になれる。寂しい孤独よさようなら、虚しい喧嘩よさようなら、テクニックティクスで愛を育みましょう。今日テーマにするゲームは、はい、テクニックティクスっていうゲームなんですけども、はい、何でもこのゲームをやるとボーイズンガールズが仲良くなれると、はい、まずはですね、そのテクニックティクスをこさえたですね、アリカの開発担当の橋立さんです。よっ、どうぞ。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや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 、一見そんなにモテなそうな橋立さんですけれどもテクニックティクスはどういうゲームなんですか？ですね、アクションゲームと、うん、音ゲー、まあ、リズムゲームの要素がミックスされたゲームになってます、うん、Welcome to the Technic World. テクニックティクスはステージ上の波紋に合わせてタイミングよくボタンを押してテクノを奏でるアクションゲーム。テクを磨けばいくつもの波紋を一気に消すコンボパフォーマンスも思いのまま。ステージごとに特徴のある曲を次々クリアし全曲制覇を目指すのだ。どうしてラブれるんですか？なんか仲良くなれるって言いますか？そのゲームの中の要素として一つ、一つのコントローラーを二人で使って遊ぶモードというのがあるんですね。コントローラー一つちっちゃいですわな、はい、ですわな、ですわな、それを二人で使うわけですから自然と体も密着するわけですよ。ですわな、ですわな、はい、ねえどうやるのか教えてよ。一人でずるい、なんかなんか一人でなんか点取ってるみたい、ずるいし。女の子役ですか？そうそうそう。でさらら、おらさら怖い、おらこらよいしょ、たかたか、はーい、はい、もう一回、はい。このように二人で一つのコントローラーを使ってプレイすれば仲良くなってしまうのだ。さあ、この5つ。まずはシェンムーザムービーの上映会に行ってきました。はい、じゃんじゃん、吉野わかめです。今日はあのシェンムーザムービーの特別上映会にやってまいりました。なんと初公開の映画の他にもなんかビッグなニュースがあるそうなので、皆さんどうぞお楽しみに。会場は超満員、豪華ゲストも駆けつけた話題作。それでは早速ご覧ください。シェンムーザムービーは世界で大ヒットしたシェンムー第1章横須賀の北米版をベースにしたもの。物語は主人公の青年が父を殺した男の正体とその死にまつわる謎を解くべく旅に出かけるおなじみのストーリー。シェンムーのあの世界観が大スクリーンで楽しめるのだ。そして会場では発売が待たれるシェンムー2のさらにクオリティアップした映像も初公開。シェンムー2は主人公の青年が日本を離れ香港に渡ったところからスタート。第1章では明かされなかった謎が次第に明らかになっていくストーリー。シリーズの鍵を握るキャラクターの登場と壮大な前作からさらにボリュームアップしているのだ。長き物語は今始まれる。最後は制作者の鈴木優さんと出演声優の方々からメッセージが。世界的規模で大ヒットしているシェンムー2が出ます。乞うご期待。私も待っていたシェンファがようやく登場するということで、これからアフレコにも私ももっともっと気合を入れてやっていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。英語をクリアするのに長い時間かかるようなゲームになってると思うんですけど気合い入れて頑張って見てくれて嬉しいですね。シェムの1やった方はぜひやってみてください。でやってない方はこういうのを見て興味分かれるようだったら、ちょっと発売した時には買ってみてもらいたいな、そんなとこですか。
今までにないタイプの映画シェンムーザムービー、さらにクオリティアップしたシェンムー2、どちらもスケールが大きくてとっても楽しみですね。それでは今日はこの辺でグッチョーン。鬼武者の発表会にはあの人が。一方こちらは絶賛発売中の鬼武者の完成プレス発表会。なんと会場にはゲストクリエイターとして参加した金城武さんが登場。自らアイディアを出したシーンを熱く語っていたぞ。これは様之助ですよね。これ敵のカメラ目線っていうか目線で見てるっていう形になりますよね。これ様之助じゃないですか。あれ、これも様之助。様之助が2人ですか。おお。という感じで。お、初めて見た。完成したものはね。面白かったですか。単純にゲームが好き で今は自分の仕事にやっぱりなんか関わる勉強がいっぱいできる。今のゲームはすごい本当前向きな方だなっていう、うん、だから一応このゲームにも参加していただいて、ここまでやっていただけたっていうのは、なかなかやっていただけないと思うんですよね。アルゼが PS2 初参入。アルゼが放つプレイステーション2第1弾タイトルは本格派 RPG のシャドーハーツ。時計の文字盤のようなジャッジメントリングはバトルに緊張感とゲーム性を持たせる新システム。他にも遊んで楽しい新システムがいっぱいなのだ。天空のレストランにあのアイドルたちが登場。人気のパーティーゲーム天空のレストランとハロープロジェクトが合体したぞ。ハロープロジェクトのメンバーが可愛いイラストキャラのギャルソンとなって登場し、それぞれが100近いセリフを生声で喋るのをはじめ、お楽しみ要素が満載なのだ。最後は今週発売のおすすめソフト。今週はお手軽ソフトからじっくり遊べるソフトまで幅広いラインナップ。まずは普及版1500円シリーズ空論城。宝石をゲットしながら一度しか通れない道を進んでいくパズルゲーム。頭をフル回転してゴールを目指そう。続いてお手軽ソフトの代表格シンプル1500シリーズからダーツが登場。ストーリーモード、対戦モードなどいろいろなルールで楽しめるのだ。2つのカーソルが重なった時にダーツを投げるシステムは本物と同じ緊張感が嬉しいぞ。こちらはやり込み派に人気の三国志7の移植作。568人の武将から1人を選び中国統一を目指すのだ。 PS 版の新要素として一度見たイベントをコレクションし、いつでも鑑賞できる機能が収録されているぞ。2ヶ月に一度発売されストーリーが連鎖していくエルドラドゲートに第3巻が登場。今回シリーズ初となる長編シナリオを収録し、やりごたえも十分。全2巻に登場したキャラを操りパーティープレイで盛り上がろう。機動戦士ガンダムのドラマを3部作で描くファンにはお待ちかねのシリーズ第1弾。今回原作では第12話ジオンの脅威までをゲーム化。ドラマチックなイベントシーンやアニメ風の戦闘シーンは大迫力なのだ。そして最後は本格派アクションとパズルゲームが堪能できるサムライキット。8種類の武器と多彩なアクションを使い分け、敵を倒したり仕掛けを解いたりしていこう。ステージクリア後は小判集めやタイムアタックに挑戦できる。この番組はエンターブレイン、任天堂とご覧のスポンサーの提供でお送りします。この特集は見逃せない。ガンダムバトルオンライン、今回も絶好調。鬼武者大攻略、スーパーロボット対戦アルファガイデンにも注目だ。ファミ通ドットコムリニューアルオープン。Kampen kan ikke vinnes uten venner. Man kan ikke leve uten kjærlighet. Simulation RPG. Emblem Saga. 全世界待望の押井守監督最新作アバロン。その完成までの全てを追ったメイキング DVD。ゲイツ
トゥーアバロン。サウンドトラック書籍も発売中。メディアファミリー。ケロケロ。うん。はっ。ケロケロキング。プレイステーションで遊べるよ。メディアファミリー。テクニクティクスで愛を育みましょう。愛に悩める人にその不思議な効果を体験してもらうお助け企画、早速行ってみましょう。愛が芽生えたり、はい、それから壊れかけた愛が復活したりと、はい、そういうお手伝いをこの番組でしていきますので、はい、まずはですね、はい、モテないをこじらしてしまってる方が一人来てますんで、豊島武人さん、どうぞこちらの方に、真ん中にどうぞどうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞどうぞどうぞ。豊島さん、はい、モテないですか？そうなんです。モテないプリからお聞きしてい きたいと思うんですけど、はい、こう彼女いない歴というか、どれぐらいに？20年になります。20年ですか？20年。おいくつで？20歳です。はぁ、ダメですよ、彼女作んなきゃ。ダメなことなんて100も承知ですよね、そんなんね。言ってやった方がいいですよ。笑っちゃったよ、おい。どういうタイプが好きですか？彼女にするなら芸能人というと誰？可愛い系ですね。誰とかですかね？そうですね、伊藤さんみたいな人です。あ、伊藤さんみたいな。あ、伊藤恵梨香さんです。あ、伊藤恵梨香さんだそうです。はい、どう思います？何を俺に助けを求めてるんですか？なんかちょっと見てくるんですよ。もうちょっと見てみますか、少し。一応我々ですね、いろいろあなたのデータを元にして、この人だったら多分あなたの好みのタイプ、また向こうも好きになってくれる可能性があるという人を用意しました。お呼びしましょう。はい、マリー・バレッテさんです。どうぞ。パートナーの超セクシーダンスを目の当たりにした豊島くん、気になるその反応は？こちらの方にどうぞ座ってください。あら、あら、もうなんか雰囲気ちょっといいんじゃない？あれ、いい感じで。あれ、言葉の差ね。愛でね、愛でね。もうラブラブです。それではお二人にさらに仲良くなっていただくために、テクニックティクスタイム。二人で声かけ合って、声かけ合って、頑張ってとか、大丈夫とか、大丈夫だよ、頑張ってとか、グー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 すごい大変。すごい大変。でも面白い。面白い。ラブはどう？ラブは。ラブ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 。どうするんですか、ラブだって。I love you。バンザーイ！バンザーイ！バンザーイ！成功！浜さんやるのすげーいい話。去年というか今年の話ですけどもね、はい、じゃあベスト10何が入るかっていうのはちょっと考えてみたいと思うんですけどね。2001年のベスト10考えてありますけども、まあとりあえず鬼武者が、鬼武者は行きそうですね。ちょっとやりましたけど、もうなんか50万本ぐらいの予約が入っちゃって、鬼武者の情報は欲しいけど、コナミのあの女の広報さんにはちょっと会いたくないなっていう、今僕の中のカプコンですけど、カプコン、ごめん、カプコンのサラさんですね。鬼武者の鬼武者の情報は喉から手が出るほど欲しいんですけども、お願いだから、あのカプコンの広報のサラさんの口に猿靴をお願いしたい。この後にグランツーリスモ、グランツーリスモ満を持してですよね。グランツーリスモ3ってもっともっと前に出てる予定ですよね。もっともっと前に出る予定が2月になって、それがまだちょっと伸びて5月ぐらいの予定にありますけどね。あれあれ3月のゲームアドバンス、マリオカート、マリオアドバンス、このゲームは絶対だって一緒に買うもんね。絶対買いますよね、これね。だからゲームボーイアドバンスの供給さえしっかりしてれば、これも入ってきますよ、うん、絶対入りますよね、はい、ファイナルファンタジーが出る、しかもファイナルファンタジーもいくついつ頃出そうなんですか、イメージ。なんとなく春から夏ぐらいまでの間にはって感じですか。そんな早く来そうなんですか。これはプレステ用通用、プレステ通用です。専用、専用です。あと風来の試練のゲームボーイが出ますし、ね、ソニックアドベンチャーが出てきますし、お、ね、
デビルメイクライというバイオの、まあ、新シリーズと言われているバイオとはまた違うやつですけどもが出てきますよね。でマシン的に言うと XBOX が出るじゃないですか。これどうでした？ XBOX でかい。でかいですね。でかかったですよね XBOX ね、うん、日本版はコントローラーも若干小さくなるんじゃないかって言われてますけど。あ、コントローラーもアメリカ版と日本版でちょっと違うんですよ。若干変えるっていう風な雰囲気あるみたいですよ。変えなくていいよ。だって堀が何とかしてくれるから変えなくても堀がコントローラー、日本のコントローラーは堀が何とかしてくれる。日本のコントローラー業界を偉いよ堀は、うん、堀はね年賀状くれたXBOX は新規タイトルで出てるのがまだ日本のタイトル出てきてないんですよ。あ、発表されてないですか。クラッシュ、向こうのクラッシュバンディクレースみたいな、はい、クラッシュバンディクとか、はい、あと前でその宣伝しようとして失敗したプレステのゲーム「エイバー55」そう「エイバー55」あれの新しいやつ。はい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 。今出てるラインナップは日本ではまあちょっと厳しいものが多いですけども、はいはいはい、コナミさんそれからカプコンさんとかね、うん、中心にソフト開発されてますからドンハツサイト出てくるでしょ。またあとまあ ね2001とか2001ね、はい、とだけ言っといた方がいいですよね。そうです ね2001も出ますね。それも出ますね、うん、出ますね。それだから僕阪神ファンとして辛い気持ちになりますね。やっぱ野村監督が巨人の選手を教えるようだっていう話が前回ありましたけども。そういうことですよね。うん、ちょっとなんか聞くと厳しいものがあるでしょうね。それは前回気を使ってカットされていたんですけども今回はオンエアさせていただきましたんでそれがどういう意味なのかというのはですね皆さんよく考えてください。そういうこと。はい、お待たせしました。ギルティギアゼクス超絶コンボ34連発、魂こもったやり込みビデオ、対策を一挙5本収録。他にもまだまだ、はーい足りない、限界ギリギリ120分ゲームウェブ DVD。 エンターブレイン、戦いの地平へ。鋼鉄の獣たちが活躍した第二次世界大戦、その戦場の緊迫を実感できる戦車戦シミュレーション、パンツァーフロントビス。Game Boy Color。 見て、繋がったよ。よし、やった。子供たちにも新しいゲームの世界にチャレンジさせたい。モバイルアダプタ GB 誕生。携帯とゲームボーイカラーをつなげばポケモンクリスタルの世界がぐーんとパワーアップ。詳しくはこのマーク上りのお店、もしくはフリーコールまで。サインボール当たります。なんと先ほどの豊島さんとマリーさんが今入籍いたしました、はいはい、おめでとう。続いてのケースはね、もしかしたら愛の始まりよりももっと難しい、これ愛の修復なんですよ。あらー、そこで今恋愛に亀裂が入っております。助けなきゃならないお二人をお呼びしましょう、はい、一条雄介さんと一条ひとみさんご夫妻です。はい、どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと拍手っていう雰囲気でもなんか念あるんですけどもまあ、一条さんご夫妻は結構何年目ですか？3年目です。この旦那さんから言うとこの喧嘩の原因は何なんですか？なんですかね、なんかこいつの態度見てるとだらしないっていうか。いや、ちょっと待ってくださいよあ、はいはい、いや、だらしがないとかそういうあれじゃなくて、はい、もうバカはこっちなんですよ、うん、全然働いてくれないんですよ。ダメですよ。朝とか夜とか働いてるんですよ、はい。それでだらしないとかって何にも、だって私片付けとかできないじゃないですか。家で寝てるんですよ。寝るのも全然ないんですよ。私の誕生日忘れちゃうんですよ。帰ってきたら寝てるんですよ。これ以上バカにすんなよお前俺だって一生懸命尽くしてるじゃねえかよ。それもなんか逆言えば家帰ってまで冗談はいいみたいな話になったりとか、それ俺のベッドで親父が寝てるんですよ、向こうの親父が。俺だって布団を帰って晴れないったらびっくりするじゃん。ちょっと待ってくださいね。お互い声とか掛け合った方がやりやすいですよ。リズム取った方がやりやすいですよ。全然できない。あ、ちょっと奥さんの方が邪魔になっちゃってる。いてて。あ、まい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 。ちょっと。おお。ちょっと今雪が強くなってる。強いですね。ふぶいてますね今。ちょっとね、寒い。あ、下手だよ。どっちが下手なの？だってクマ選ぶのが悪いんじゃん。なんで？テクニックティクスの力をもってしても二人の溝は埋まらない。そこで風船チークタイムと申しまして、この風船を二人の間に挟んでチークタイムを踊っていただきます。そしてですね、中にと自然にくっつきますでしょ。自然にくっつくとパンと割れて
中から1万円札が出てくるんですよ、はあ、もし割れちゃったら1万円札あげましょう。相手は複雑だからお金のために風船を割るんです。そんなことありえない。愛でしょ。愛ですよ。まさか一万円欲しさじゃないですよ。もしかしたら割れちゃうんじゃないかな。もしかしたら割れちゃうんじゃないかな。これ愛で割れちゃうんじゃないかな。強く抱きしめてるよ。強く抱きしめてるよ。どうしよう。割れちゃったらどうしよう。これ愛抱き合ったまま抱き合ったまま愛抱き合ったまま仲良しのまま終了。一万円欲しさじゃないですよね。違います。違います。抱きしめてるうちに、はい、気づいたら割れていた。お二人仲良く、すぐそこにラブホテル街がありますからお休憩でご案内行ってください。どうぞ行ってらっしゃい。いらっしゃい。お疲れ様でした。で仲良くしてください。ただいま入った情報によりますと今の一条さん夫妻にお子さんができましたよ、はい、おめでとうございます。妊娠なさいました。素敵。足生まれも育ちもお母さんカンガルーの袋の中って、これどうかな。だから可愛い感じがするもんね、これね。こういうね、仕事と仕事の合間にちゃんとこういうのね考えとかないとね、いざ出ないんだよね。行くとこもないんだよね。早いとこ切り上げようかな。足何かな。金曜夜だから。君たちさ、今時パラパラないでしょ。いや。パラ。流行ってるし。流行ってねえよそんな。流行ってる。っていうかもう流行りが終わってんの、みんなに浸透してる頃に。あ、こういう話どう？通りがかりのもんだけれども、超新しい踊りが楽しみながらマスターできるゲームみたいなった、これどうかな？やる。やりたい。やりたいだろ。ついてこないとラジカセ返さないよ。いよいよ。いや。発見発見残業残業。だから。やばい。はい、来いよ。超来いよ。めちゃ来いよ。よいしょ。上がんな上がんな。あっかよい。ただいま。でも俺一人なんだよね。なんもないじゃん。バカ、臭くねえよ。どこが臭いんだよ。臭いよ。臭くねえよ。汚いもん。なんでゴミがあるんだよ。ほら、生活してゴミも全然だろ。出ろよ。深呼吸してみろよ、慣れっから。ほら、エスティローダーのビューティフルの匂いするだろ。キモい。キモいってリアルに、この野郎。これから俺がだな、俺は別にお前何かしようってんじゃないんだよ。パラパラなんてダッセー古い踊りをしてるから、新しい踊りを教えてやろうと思って呼んでんだよ。人生の先輩だろおじさんが踊りを教えてあげるために使うソフトはこちらです。ザンザン。すげー。すごいだろ。昔のファミコンドラクエ3だよ。ファミコンのじゃん。まあ、なんちゅうとハンマー知ってんのそれ。ファミコンのじゃないの。またレトロでブームなのこちらです。マイケル・ジャクソンムーンウォーカー。マイケル・ジャクソン。これさえあればあなたもマイケル・ジャクソンだ。知ってるマイケル・ジャクソン。名前だけしか知らない。やべ。ちょっともう一回聞かせて。え、マイケル・ジャクソンって世代的には何知らない。名前は聞いたことある。知ってるよなマイケル・ジャクソン。知らない。スイッチオン。イエーイ。蹴るとつま先から光がゴミみたいだよ。てかさ、今の違うじゃん画面が。何が古いじゃん。じゃあ帰って最新、帰って最新。これをきちんとマスターしよう。英語を倒すとマイケルターン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 。ダーさん、これ踊りって。ダーさん、何これ。斜めってるよ、ここ。斜める踊り。何それ。てかさ、面白いって言ってたじゃん。うん、パラパラのが良くない。うん、全然良くない。
わかんねえやつらだな。わかんねえよ、パラ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 。じゃああんたパラパラになんな、あんたら。あんなにパラ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 言うんだったら、誰のお金でご飯食べてんの。お父さんお母さんが働いてご飯食べさせてるんでしょ。それをパラ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 、もう学校も行かずにバカ者。言ってるんだけど。ちゃんと言ってんのか、学校に。言ってるよ。お前もしかして高校生、何、大学生、大学に行きながらパラパラを、もしかして未成年。やべえ、隠行条例引っかかる。こんな部屋に未成年連れ込んで、やっぱしょうがないだろ。帰れ帰れ、お前帰れよ、帰れよ。パラ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 、じゃあバイバイ。死ぬまでパラパラやってるよ。スタイルゲームやってないよ。あんな変な、お前こんなこんなやってる、お前こんなこんなこんなやってる、お前こういうやつ、こういうやつ教えてくれよ師匠。この特集は見逃せない。ガンダムバトルオンライン、今回も絶好調、鬼武者大攻略、スーパーロボット対戦アルファガイデンにも注目だ。ファミ通ドットコムリニューアルオープン。新しいカードバトル始まる。ついに新女神転生の悪魔たちがカードゲームになった。新女神転生トレーディングカード、カードサマナー、通信で対戦バトル64。ご機嫌なレースゲームができたよ。主役はミッキー。ハロー。コースはいろいろ、街で、港で、オフロードで繰り広げられる愉快なレースバトル。ウェポンを使ってライバルたちをぶっちぎれ。4人対戦プレイならさらにヒートアップ。任天堂64、ミッキーのレーシングチャレンジ USA。 この番組はエンターブレイン、任天堂とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次週は携帯電話がゲーム機になっちゃった、この一大事を詳しく調査。今夜もファミ通より攻略本グランディアパラレルトリッパーズオフィシャルガイドとそのソフトをセットにして5名の方にプレゼント。そして番組特製クオカードプレゼント。全国加盟店 HMV でもご利用いただけるこのクオカードを